日本奈良県奈良市側の上町側の上町は奈良県奈良市の地名。郵便番号は630-8212。2010年10月1日現在の人口は47人。川の上町奈良市の北部、奈良盆地の北部に位置する。東は十里院町、西は農院町、北は薬師堂町、南は辻野内町と接する。町の西端には地蔵堂がある。 私立の小中学校に通学する場合、川の上町全域が、アスカ小学校、アスカ中学校の学区となる。アスカ小学校は、木寺町、アスカ中学校は、高畑家町にある。川の上という呼び方は、室町木から見られるものである。室町木は、東よけ里と、西よけ里の南側に東西に伸びていた道の、両側に形成されていた町であった。江戸木からは、 現在の川の上町という呼ばれ方をされるようになった。江戸期は奈良町の中の一つの町であり、北は薬師堂町に隣接していた。かつて、アスカ小学校から川の上町を通り、辻之内町を経て、岩号寺町へと流れている川があった。川の上町はその川の上流に沿っていたことから名付けられた。その川は古くは、 元号寺をアスカと呼んだことと同様に、アスカ村にちなんでアスカ川と呼ばれていた。1938年の世帯数は16、1980年の世帯数は16、人口は50であった。鉄道は通っていない。道路に関しては、福音が狭く、対向車の行き違いが難しい区間が多い。路線バスは通っていない。ありがとうございます。